皆様こんにちは。製薬会社エーザイの佐々木小夜子です。安倍内閣の日本経済の再生に向けた3本の矢のうち3本目の矢である成長戦略において健康医療戦略は重要な柱となっています。その中に世界への貢献という理念が掲げられていますが、本日は国際社会において日本の製薬産業がどのようにグローバルヘルス、医薬品アクセスの問題に取り組んでいるか、当社の事例を中心にご紹介したいと思います。さて、グローバルヘルス、医薬品アクセスと言われてもピンとこない方が多いのではないかと思います。グローバルヘルスとは、地球規模の保健医療問題について国境を越えて健康格差を是正しようとする考え方です。そして医薬品アクセス問題とは、必要な医薬品が必要とされる患者様のもとに届かないという状況のことです。特に新興国、開発途上国では貧困や医療システムが十分整備されていないために、この医薬品アクセス問題が重要となってきています。国民皆保険が当たり前の日本では、想像もつかないような状況なんじゃないかと思います。世界銀行によれば、世界には1日2ドル以下で生活する人が約24億人、世界の人口の約3割もいると推定されています。これらの人々の多くは有効な治療法があるにもかかわらず、必要な治療を受けたり薬剤を入手したりできない状況にあります。医薬品が患者様のお手元に届くまでには、高品質で安全な製品を流通させ、適正使用を推進する仕組みが重要となっています。また、医療施設や保険制度といった基本的なインフラも不可欠です。多くの開発途上国、新興国では医療保険制度がなく、また保険制度があっても先進国と比較してその加入者の数や保険で召喚される内容が非常に限定的です。そのため医療費の自己負担比率が高く、一方で国民の平均的な経済力も比較的低いため、必要な医療を十分に受けられない環境にあります。医薬品アクセスの問題は経済状況と密接に関係しています。開発途上国の中でもインドなどの新興国の経済は急速に成長を続けていますが、一方で公衆衛生疾患の問題がその経済成長を妨げているという現状もあります。医薬品アクセスの課題を抱える象徴的な疾患が顧みられない熱帯病と呼ばれる寄生虫や細菌による感染症です。先進国ではほとんど制圧されていますが、開発途上国では未だ深刻な問題で、多くの人々がこれらの疾患によって健康を害されています。顧みられない熱帯病というのは、マラリアや HIV、エイズなどと比較しても先進国での患者様が少ないため、治療法の研究開発や薬剤の供給に十分注力してこなかった領域であり、顧みられないという言われるゆえんでもあります。 WHO は制圧しなければならない顧みられない熱帯病として、デング熱、シャーガス病、リンパ系フィラリア症など17の熱帯病を挙げています。顧みられない熱帯病の蔓延は衛生状態や生活環境に起因するものが多く、 WHO によると世界に24億人いると言われている貧困層のうち10億人を超える人々がこれらの疾患によって健康を害していると推定されています。そして健康を害するだけではなく、仕事ができなくなったり偏見による人権問題など、蔓延国では深刻な社会問題となっています。顧みられない熱帯病は貧困により蔓延していく一方で、多くの国や地域で貧困の原因にもなっているのです。こうした医薬品アクセスの問題は、一製薬企業が単独で解決するには限界があります。各国政府、WHO などの国際機関、NGO、製薬企業などが連携する官民パートナーシップ、パブリック・プライベート・パートナーシップによって、総力を挙げて持続的に取り組んで解決していくことが必要です。エーザイは、
この官民パートナーシップを通して医薬品アクセスの改善に積極的に取り組んでいます。医薬品アクセスを向上させるためには3つの要素、ディスカバリー、デベロップメント、デリバリーが重要であり、これらに対して包括的にアプローチする必要があります。具体的にはまず開発途上国の蔓延する疾患の治療法や医薬品などの発見、ディスカバリー、実用化に向けた研究開発、デベロップメント。製薬企業や研究開発は治療薬の種、いわゆるシーズやそれを生み出す力を持っています。しかし熱帯病の専門性や開発途上国で臨床開発をする専門家のネットワークなどにおいては、この分野に精通した NGO の方が優れたノウハウを持っています。また開発には資金力も必要ですが、ビジネス上の優先順位などから製薬企業だけでは十分ではなく、国際機関やゲイツ財団などの基金を持つ団体の力が有効に活用できます。次にデリバリー。このステージにおいても単に医薬品があれば良いのではなく、開発された新しい治療薬を患者様が購入できる価格で安定的に市場に届けること、そして疾患に関する知識のない患者様に治療薬を服用することの重要性や予防に関する知識を提供するということが重要です。一つ一つの国でこういった活動を展開するのは政府や慈善団体、あるいは国際機関のノウハウや力が必要です。ディスカバリー、ディベロップメント、デリバリー、この3つの D について官民学のあらゆる機関が連携して実行することにより、医薬品アクセスの向上が効率よく実現されます。世界ではこのような官民の連携がすでにもう動き出しています。2012年1月30日世界の製薬大手13社、ゲイツ財団、 WHO、世界銀行、米国政府、英国政府、さらには顧みられない熱帯病の蔓延国の政府が一堂に会し、2020年までに顧みられない熱帯病のうち10疾患の制圧に向けて共闘していくという共同宣言、ロンドン宣言を発表しました。ロンドン宣言はグローバルヘルス分野における過去最大の国際官民パートナーシップで、エーザイは日本の製薬企業として唯一この宣言に参画しています。これまでも各企業、政府、国際機関がそれぞれにさまざまな支援や取り組みということをしてきましたが、ロンドン宣言ではみんなでゴールを共有し、医薬品供給、物流、新薬開発、そしてインフラなどこういったところにおける課題に対して連携して網羅的に取り組んでいくことによって、より効果的に制圧を成し遂げていこうという試みです。エーザイはこのロンドン宣言のもと、リンパ系フィラリア症制圧に向けて、その治療薬であるジエチルカルバマジン、いわゆるデック錠、DEC 錠を22億錠、2020年まで無償で提供する契約を WHO と締結しています。リンパ系フィラリア症は一般的に増肥病として知られていますが、蚊を媒介して人に感染する寄生虫症です。写真のように感染するとリンパ系機能障害を引き起こし、痛みと異常な肥大を伴うリンパ浮腫など重篤な身体障害を発症します。手足などに奇形が起こるため、多くの場合は結婚することができなくなってしまったり、定職に就くことさえ難しい状況になります。現在リンパ系フィラリア症の感染者は世界中で約1億2000万人と推定されていますが、加えて感染地域に住んでいる14億人以上の人々が感染リスクにさらされています。リンパ系フィラリア症の制圧には DEC 錠が必要です。しかしこの DEC 錠の高品質な製品を安定的に手に入れることが世界的に困難な状況にありました。そしてこのことがこの疾患の制圧に対する大きな障害となっていました。
製薬企業にとってこの薬剤を低コストで継続的に生産し、それぞれの国で患者様にお届けすることがビジネス上大変難しいということが原因です。こういう中でエーザイは WHO のフィラリア症制圧のプログラムを支援することによって DC を無償で提供していくということを決断いたしました。我々はこの DC 錠をインドの工場で生産し、プライスゼロの新製品として WHO の集団投薬プログラムにのっとって、蔓延国26カ国に、いらっしゃる感染リスクにさらされている2億5000万人の人々に向けて継続的に提供してまいります。すでにパプアニューギニア、キリバス、ツバル、フィジーの4カ国に提供いたしました。またリンパ系フィラリア症以外にもエーザイはシャーガス病、リーシュマニア症などに対する新薬開発においても国際機関とのパートナーシップのもと積極的に取り組んでいます。最近では2013年4月に設立された日本政府、厚生労働省、外務省、そして日本の製薬企業5社、それからゲイツ財団が共同出資する G-HIT ファンド、グローバルヘルス技術振興基金というものの設立にも参画しました。 G-HIT ファンドは世界第3位を誇る日本の製薬産業の新薬開発力を生かして日本初の開発途上国向けの新薬を創出することでグローバルヘルスへの貢献を目指しています。エーザイの企業理念は世界の患者様とそのご家族、生活者の皆様を第一義と考える HHC、ヒューマンヘルスケアであります。したがって、開発途上国における医薬品アクセス問題へ取り組むことは、まさに私どもの社会的な使命であると考えています。医薬品アクセスの改善に向けた取り組みは、持続的に行うことが重要であり、単発のチャリティー、あるいはドネーションということでは達成できません。エーザイはこれらの取り組みを HHC に基づくビジネス活動の一環として開発途上国への長期投資として考えて行っています。健康福祉の向上というのは経済発展の基本です。我々の活動が開発途上国の人々の健康福祉の向上に貢献して中間所得者層が拡大し将来の市場の形成につながるというふうに確信しています。これらの長期的な投資に対するリターンを得るための道のりというのは、通常我々が先進国でビジネスを展開するときの投資のリターンよりも長い時間を要します。しかし、必ず達成されるものと考えています。エーザイは、今後も継続して顧みられない熱帯病を含むグローバルヘルスにおける課題に積極的に取り組んでいき、世界の患者様とそのご家族のベネフィットの向上に貢献してまいりたいと思います。ありがとうございました。